昭和の作詞家作曲家の先生方もここのところ次々と亡くなられて寂しい限りです。ここで亡くなられた阿久悠さん、そして今も現役でご活躍なさっています徳田新一さん、このお二人が世に送り出したヒット曲を2曲歌わせていただきます。まず最初に昭和51年ピンクレディーのお二人が歌いました。今日は和服なので、お座敷バージョンで母心でこの SOS を歌わせていただきます。ちょっと転倒しないようにすごい心配、家ですごい練習したんですけど 2,3 回ずるっと言っちゃったんで心配なので、どうぞ皆様お手拍子で盛り上げていただきたいと思います。では平尾さんお願いします。 SOS、 はい。僕は狼なのよ、気をつけなさい。年頃になるなら慎みなさい。羊の顔していても心の中は you